です。ありがとう出版の内山です。今日はですね、この立ち読みしなさい、私もかなり読んでるんですけど、それの出版社の社長さんに来てもらって、これのその、まあ私もこれ当然実践してるんですけど、その読者からの質問を実践者の2人が答えていくっていう、そういうあのコーナーとして、用意しました。なんかいっぱい質問あるんですけど、なんかサラリーマンの人の話。そうですね、サラリーマンの方がですね、起業を考えてるんですけど、まあサラリーマンを辞めるのが非常に怖いと。まあサラリーマンというそのコンフォートゾーンから離れて、でそこを辞めてですね、起業していくのが、なるほどなるほど、行動がちょっと移しにくいっていう風なですね、まあ質問も多いんですよね。はい、なるほど。はい、でまあ、僕はそれに対して、週末企業でもいいからやればいいんじゃないかなと、まあ、月曜日から金曜日までは普通のサラリーマンやっていて、で自分でも会社を作ってしまって、まあ、土日だけでも、まあ、自分が社長となって、でそのまま一度やってみるというふうな、とりあえずまあその社長になって自分で会社を起こすっていうことをまずやってみればいいんじゃないかなと。確かにこうサラリーマンを辞めると次の月からやっぱりもう収入がなくなるわけじゃないですか。確かに。だからそこがずっと続くとやっぱり精神的にも大変だと思うので、まあ土日だけでもやってみて、でそれが軌道に乗ってから来てからまあ辞めるっていうのでも遅くないんじゃないですかっていうふうな形は言ってるんですけど、やっぱまあそれでもなかなかこうね、なるほど、難しいというふうな形言われてるんですよね。なるほどなるほど。まあそれに関してまあこの本に書いてあることでもあると思うんですけど、そのまあ、現状を変えていくというのはどうしても怖いもんなんですよね。で私はそのこの動画を見ている人はどちらかというと読書家で、1月1万冊の読書を目指している読書家っていう側面で知られている人も多いと思うんですけど、まあ、会社を経営しても9年なんですよ。でやっぱりそのサラリーマンから、なるときに悩んだのかっていうとですね、実は私は悩んでないもう起業しちゃいましたから。で起業しちゃったらやっぱりその世界が見えてくるんですよね。でそれの一歩を踏み出せるかどうかで、この本にも書いてあるんですけど、その79ページに本当にやりたいことは勝手にするよって書いてるんですよ。じゃあそもそもサラリーマンという現状にいるんだけども起業したいんだけどできないって悩んでる人はそんな相談なんかしないですよ。本当にやりたかったらもうやっちゃってるんですよ。起業しちゃってるんですよ。でそれでさらに内山さんすごくいい答えを出してて、私みたいにもう起業しちゃったとかそんななんか変人向けの答えじゃなくてですねどちらかというと一般人向けな週末起業からスタートしたらいいじゃないかっていうのも言われている、うん、それでももし悩むようだったらぜひここの本に書いてある61ページのあなたの夢の原型を書き出そうっていう、これにもう一度向き合った方がいいんじゃないかなって思います。そういう人はですね、本当はもしかしたら起業したいんじゃないかもしれないですよ。何か別のものを求めてる、でそれを起業で満たせるんじゃないかっていう誤解をしてる可能性があるんですよね。それってもしかしたら今の会社における承認欲求かもしれないし、あるいは何か別のものかもしれない、起業という立場に何か憧れを抱いてるだけなのかもしれない。それだったら起業なんかやんない方がいいし、で本当にやりたい人はやんない方がいいなんか言っても勝手にやりますからね。でそういう意味では自分の本当にやりたいことじゃないのかもしれないというのを一度疑ってみる。それによってここの61ページに書いてあるワークをやることによって、あ、やっぱり本当に俺起業したいじゃんっていう風になるかもしれないし、あ、違った、これがしたかったんだっていう風になるかもしれない。それはサラリーマンが偉い、社長が偉いってわけじゃないので、冷静に一度本当に起業がしたいのか見つめることは僕は大事だと思うんですよね、うん、どう思います？そうですね、確かに本気でやりたかったらやってるんですよねそうですね、はい、そう、まあ、友部さんとかもよく言ってますけど、お腹が減ってたら勝手に食べるのと一緒で、全くこれ食べていいですかとか聞かないですからね聞かない、相談しないですもんね、はい、で本当にもう腹ペコで死にかけの人は万引きしてでも食いますからねゴミ箱あさってでも食う、うん、もうそれが本当にやりたいぐらい、ちょっと例えがあって若干あれですけど、うん、じゃあそれでも動けないってことはね、この本にも書いてるけど自分の夢なのかどうかっていうのをぜひ書き出してほしいですね、うん、はい、だってこういうワークをね書くことは本当に大事なことだから、うん、ここぜひやってほしいですよね、はい、まあそんな感じでぜひ参考にしてみてください。